おはようございます。1月27日金曜日朝6時50分です。今日は曇ってますね。寒さも若干和らいだのかな。昨日一昨日までの朝の寒さじゃないです。まあそれでも0度近くまで多分気温下がってるかと思うんですけど、底冷えするような寒さじゃないので、まあ昨日一昨日に比べると少し寒さが緩んできたような感じがします。で、今撮影に使っているカメラですが、ソニーの FX30 になります。2月1日からソニーが値上げするんで、この FX30 めちゃめちゃどうも値段上がるみたいなんですね。まあさすがに2台目まではちょっと買えないですけど、いやでもソニー製品ちょっと急いだ方がいいかもしれません。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。で、いよいよ1月ももう下旬に差し掛かってきました。で、来週から2月スタートなんですけど、2月1日にはまたいろんなね、ものの価格がどうも、値上げされて上がっていくみたいなんですけど、今一番気になっているのはソニー製品ですね。一昨日だったと思うんですが、ソニーが2月1日より、まあ、いろんな製品の値段を、上げます、値上げしますっていうような、お知らせが、まあ、ホームページ上で出てたんですけど、結構なものがね、上がりますね。で、僕が一番やっぱ気になっているのはカメラ関係になってくるんですけど、まあ、機材関係になるんですけど、かなりのレンズやボディが値上がりになります。で、一番ショックなのはやっぱ FX30 ですね。FX30。今これ撮影に使っているこのカメラなんですけど、これはね、このカメラ自体は非常にこう、機能も良く、そして映像自体も非常に綺麗に撮れるカメラで、まあ、APS-C 用のセンサーにはなるんですけど、もうかなりおすすめできる、動画撮影用の、カメラにはなるんですが、もう本当に、悩んでる方、もう絶対今月中に買っておいた方がいいと思います。あとレンズ関係も、最新のレンズ以外は、ほとんどのレンズも価格上がっていくので、まあ、レンズなんかはね、結構中古品でもいいかと思うんですけど、ただまあ保証のことだとか、まあ、どうしてもこのレンズ使いたいな、気になってるなっていうものがあれば、新品で購入するのももちろん、選択肢の一つだと思うので、気になっているものがあれば早めの購入をお勧めしたいと思います。僕も結構悩んでます。今日は前回の動画で紹介したライカ D-LUX7 やライカ Q2 のこのマイク風防の、もう少しフォローアップやっておこうかと思います。非常に好評良くて、まあ、視聴回数も、いつもよりちょっと多めに、こう再生されていたりだとか、コメントなんかいただいたりしてるんですけど、やっぱり興味持たれてる方、多いみたいで、見ていただいて本当どうもありがとうございます。で、自分的にもね、このマイク風防、モフモフのこう自作風防は、かなりよくできたんじゃないかなと思います。見た目も非常にこう可愛らしくて、そしてこのライカのスタイルを、あんまりね、こう、崩すことなく、使えるっていう意味で、僕自身非常に気に入っています。で、今後もこれでね、使っていこうかと思うんですが、まあ、いろいろコメントだとか、あと、まあ、個人的にもちょっとご質問いただいたので、今日は少しこのフォローアップやっておこうかと思います。それではまずはじめに、なぜこの、風防を、こう、軍艦部分に直接両面テープで貼り付けしたんではなくて、こういった、ホットシューのカバーに取り付けしたか。まあ、この説明ちょっとね、やっておこうかと思います。もう全然貼り付け直接してもらってもいいし、で、もともとこういったマイク風防で、こういった軍艦部分だとか、内蔵マイク周辺に両面テープでペタッと貼り付けするようなもの、実際商品として売ってます。で、僕も以前はそういったものを使ったこともあるし、で、風防効果自体も、あるし、実際にもう取り付け自体も非常に簡単なので、まあそういったものを使うのも全然ありだと思うんですけど、まず、今回こういった、使用方法にしたのには理由があって、直接ね、まず両面テープで貼っちゃうと剥がすことできなくなるんですね。まあじゃあ取り付けしたまま使えばいいじゃんということになるんですけど、まあソニーのカメラだったら全然ね、それでもいいかと思うんですけど、ライカってね、やっぱりこのスタイル気にされる方は非常に多いかと思います。僕自身もそうなんで、ライカのこのスタイルが気に入ってこう使う楽しみだとかこう喜びを感じる方って非常に多いかと思います。で、動画撮るときにはやっぱりこういった風防っていうのは必要なので、まあ、装着したらいいんですけど、じゃあ写真だけ撮るときに風防必要かっていうと、風防必要ないんですね。
じゃあその時にどうするかというと、必要ない時これ外せるように、しようということで、今回はこういったホットシューの、キャップ、こういったものを使用しました。で、このスタイルだと、必要ない時こう簡単に取り外しして、で、もともとこの純正の、この蓋ね、キャップをこう入れてしまえば、もう本来のスタイルになるわけなんですね。そして動画でも撮影するときには、また風防を装着するというような形で、二通りの使い方が簡単にできるようになります。もう直接どうしてもこう貼り付けしてしまうと、まあ、剥がせばいいんですけど、また貼らなきゃダメなので、結構それがね、手間だったりするので、まずはこの簡単に風防が脱着できるっていう意味で、今回はこういった、ホットシューの、キャップを使って装着してみました。もともと付属してくるこの純正のこのキャップなんですけど、まあこのキャップ自体に風防取り付けして付けるもいいんですけど、ただ外すときはカバーがなくなっちゃうので、こう端子部分がそのまま剥き出しになるんですね。なので、まあ市販されている、まあ同じようなこういったキャップ、蓋を別途用意して今回こういうふうに取り付けしています。次にまあこういった素材なんですけど、スポンジタイプのものでもね、全然いいかと思うんですけど、ただスポンジってね、確かにまあ若干風を防ぐことはできるんですけど、結局スポンジの隙間ってどうしてもこう同じ位置にこう空いてるので、ちょっと言い方おかしいかもしれないですけど、こういったあの毛のタイプってね、結構こう位置がこう揺れることでこうずれたりだとか、こう揺れることでこう風を受け流したりするようになってるかと思うんですけど、スポンジってねそういうものがないので、どうしてもこう小さい穴からそのまんま風がこう通ってくるんですね。そうするとやっぱりこういった毛のタイプの風防に比べると、風防効果っていうのがどうしても若干落ちるようになります。まあ実際これは僕自身が使っていて、スポンジタイプよりはこういった毛のタイプの方がやっぱり風防効果高いんですね。なので今回はこういった毛のタイプのものを使用しました。で、以前の動画で少しね、多分話したかと思うんですけど、こういった毛のタイプの風防を使うときに、ね、気をつけなきゃいけないことがあるんですね。それ何かというと、抜け毛なんですね。で、これもやっぱりね、こう、引っ張ってやると毛が抜けたりだとか、あと、こう、抜けかけている毛がね、こう、ついていることあるんですけど、これやっぱりね、ちょっと気をつけないと、こう、レンズ部分に、こう、中に入ったりだとか、こう、鏡頭の間、ちょっと電源入れてみますが、こんな感じで、この鏡頭部分のこういったところに、こう、毛が挟まると、レンズを収納したときに、こう、中に入り込んで、そしてセンサーに付着してしまうというようなことがあるので、このあたりはね、ちょっと気をつけなきゃダメなので、まあ、若干スポンジよりは扱いがね、ちょっと手間にはなるってくるんですけど、まあ、そのあたりはね、こう気をつけてやれば、まあ、なんとか、まあ、そういったセンサーの汚れなんかも防ぐことが、まあ、できるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、普段からちょっと気をつけておいた方がいいかと思います。用意するものについては、まあ僕の場合はこのベッド、キャップ。まあこれ一応純正用のやつなんですけど、まあ別に、市販されているキャップ、何でもいいかと思うんですが、キャップ。そしてこれがね、ちょっとわかりにくいって言われたんですけど、これプラスチックになります。こんな薄いプラスチック、何でもいいかと思うんですけど、まあ使わなくなって、まあ捨てるような廃材でいいかと思うんですけど、薄いプラスチック。これをこんな形でハサミでカットしてやれば、簡単にできます。まあカッターとかね、使ってもいいんですけど、もう僕は簡単にこうハサミでこう切り込み入れて、今回作ってみました。本当ね、薄いプレートです。で、素材別にね、特に何でもいいかと思うんですけど、ある程度強度がなきゃ、ひょっとね、ここがこう簡単にこう折れ曲がったりすると、もふもふ落ちちゃうんで、そこそこ強度があるものがいいんですが、今回僕が何を使ったかというと、これスマホケースになります。もう以前使っていて、もう使わなくなったスマホケースがこう何個かあって、ちょうどブラックのものがあったので、まあそれをこうカットしてこんな形で切っています。まあ他のプラスチック何でもいいかと思うんですけど、まあ例えば100均に行けばスマホケース100円でね、売ってるんで、まあそういったものを使ってやればいいんじゃないかなと思います。まあスマホケースだとある程度こう強度があったり、色もね何色か選べるので、まあ自分の好みに合わせて用意してやればいいかと思います。はい。で、それから、これ、モフモフなんですけど、これは、スモールリグの、ニコン Z30 用の、モフモフになります。もう、この FX30 なんかでもね、FX30 なんかでも使ってるんですけど、このモフモフになります。で、このモフモフのいいところは、サイズが、ライカの製品に合わせるとね、ジャストフィットするんですね。で、製品によると、どうしてもこう、マイク部分が、こう、間隔がもっと広い場合があるんですが、その場合はね、この大きさではちょっと、大きさが足りないかもしれないんですけど、その場合はまた、
何か代用できるようなモフモフ、まあ Amazon 等で探せばいいかと思うんですけど、いろいろとこう商品探していて、一番サイズ的に良かったのがやっぱりこれですね。このスモールリグのこのモフモフのサイズ感がね、一番良かったです。まあもっと大きいものもあるし、逆に小さいものもあるんですけど、本当にこのサイズ感は、ね、非常にいいのでおすすめできるかと思います。そして何よりね、ここの差し込み部分なんですけど、この差し込み部分が結構ね、こう狭いんですね。こう狭いことで、ここの、切り欠きの部分にしっかりね、こう引っかかってくれるっていうのもあるので、本当にね、これおすすめできるかと思います。他の、例えば、ピンマイク用のモフモフなんかはね、ここの部分がね、結構開口大きいんですね。こう大きくなると、またここに引っ掛けるときにちょっと工夫が必要になってくるので、まあできればこのスモールリグのこの Z30 用のこのモフモフおすすめしたいと思います。プレートへの貼り合わせ方ですが、まあ、これは両面テープ使って貼り合わせる。まあボンドなんかでもいいかと思うんですけど、まあ強力な両面テープが多分ね、付けやすいと思うし、まあ後々問題ないかと思いますんで、まあ、両面テープ使って貼り合わせるんですが、貼り合わせるときに注意するのはね、この切り欠き部分が、まあ、多少ね、このプレートより前に行くような形。これぐらいかな。ちゃんとね、モフモフが引っ掛けるだけの、このスペースがちょっと必要になってくるので、若干この切り欠き部分がプレートより前側に行くような形で貼り付けしてやると扱いやすいかと思います。まあ、このあたり長さなんかはカメラによって、まあ、ちょっとこれ今短めになってますが、まあ、もうちょっとこう長さを調節してやって、このプレートのこの端の部分ですね、先端部分の方まで伸ばしてやると、装着した後も非常に綺麗に見えるんじゃないかなと思います。で、色に関してはね、どうしてもこの真ん中からこっち部分が、こう表面、このプレート出てくるので、まあ黒に合わせるか、まあこういったホットシューの、カバーの色に合わせると見た目スッキリするんじゃないかなと思います。やっぱり色はね、黒が一番いいんじゃないかな。プレートを両面テープで貼り付けしたら、ここのね、ここに穴があるんで、ここの部分にこの切り欠きをこんな感じで引っ掛けてやるっていうような、本当にもうそれだけの作業になってきます。で、ここの引っ掛けをね、ちゃんとこう引っ掛けておかないとポロッと落ちちゃうので、まあこのあたりね、しっかり引っ掛けて止めてやればいいかと思います。まあボンドや両面テープ使って貼り付けするのもいいかと思うんですけど、まあ昨日使った感じでは特に落ちそうな感じないので、まあそのあたりはまあ臨機応変にやればいいんじゃないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今年になってからいろいろこう試行錯誤しながら、どういった形がいいかななんて考えながら、制作したこのマイク風防なんですけど、仕上がり自体はもう自分ではかなり気に入っていて、実際昨日、実践でちょっと投入して試してきたんですけど、かなり効果良かったですね。あるかないかで全然、風防効果違ってたし、まあ、風切り音全然違ってたし、で、あと今まで使っていたスポンジタイプのマイク風防に比べると段違いで効果出ていました。やっぱりね、スポンジタイプ見た目はいいんですけど、まあ、そして扱いはいいんですけど、ただ厚みをやっぱある程度厚くしてやらないと、効果が半減してしまうということで、やっぱりこういった毛のタイプの風防、モフモフの方がやっぱ効果は高いですね。まあ、あとはもう見た目が受け入れられるかどうか、このスタイルがいいかどうかっていうのはもう個人的な、考えになってくるかと思うので、まあ、僕はちょっとしばらくは、この体制でいこうかと思います。ドリキンさんからものコメントいただいてたんですけど、結構気に入ってもらえたみたいなので、まあ、ドリキンさんが同じようなことをされるかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、Q2 でもね、実践等にやってほしいななんて思っています。はい、というわけで本日以上となります。また感想等コメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。